皆さんこんにちは、あゆぶちゃんです、コンビニで、最近一平ちゃんの新しいものを買ってきたので紹介していきたいと思います。それこそじゃん、一平ちゃん、予定の焼きそば BBQ バーベキューソースです。なんとマヨネーズがついていて、あとマヨビームに、しかもこれバーベキューの雰囲気みたいのがあの予定の焼きそばになれましたね。全体的に言うとこんな感じですね。あ、ほんとこれめちゃくちゃうまそうですし、もうイラストはなんかトマトですね。いや、もう肉とか野菜とかもいろいろ載っているんで、やっぱね、いっぺん食べられないやられないらしいですね。まあというわけで早速ですがお湯入れていきましょう。はい、お湯沸きました。それでは開けていきましょう。一平ちゃんのバーベキューソース味の中身に入っているのがこちら、マヨネーズ、そして一平ちゃんソースですね。そして蓋を閉めてソースを置きましょう。そして4分後お会いしましょう。はい、4分経ちました。それではお湯捨てていきましょう。でそれではソースを入れましょう。ソースいい、なんかさ一瞬ラー油の油に似てますね。よし、 OK。 でそれを混ぜていきましょう。しょ、うん、これも太麺ですね。麺の太さが本当にソースを混ぜると太いように感じますね。まあ大きくは太くはないんですけど、少し太めな感じ。まあ太さっていうで言うと、あの中間的の太さですね。うん、野菜もちゃんと入ってるよ。さあいらっしゃい、バーベキューソース焼きそばへ。いや、ほんとキャベツとかも肉もすごいバーベキュー感が達しますね。そしてマヨビーム、最後の仕上げはマヨビーム。はい、完成しました。それでは食べていきましょう。はい、完成しました。これが一平ちゃん予定焼きそばの、バーベキューソース焼きそばです。マヨネーズもすごいいい匂いがしますね。それバーベキューらしい匂いもしますし、あとお肉の匂いがとてもすごいですね。早速ですが食べていきましょう。それではいただきます。うん、やっぱり麺に、焼きそばの麺にはバーベキューソースのすごい絡んだ味がするのと、あとキャベツもすごい柔らかいですし、あとお肉の部分もすごいちょうどいい柔らかさですね。あとは食べていきましょう。ごちそうさまでした。はい、一平ちゃんの予定焼きそばバーベキューソースいかがでしょうか。まあ味の感想としては、あの麺にバーベキューソースがすごい絡めて、まあ味わいがすごいいいのと、あとキャベツと、あとお肉の柔らかさもちょうど食べやすい柔らかさで、
マヨネーズもトッピングとしてはとても美味しかったですね。これは焼きそばとしてもとても売れ心じゃないでしょうか。まあこれいつか店で多分まあ改装してこれがメニュー出てたらもう食べたくなりますね。皆さんもぜひコンビニで買ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。